どうも、ハイチーです。今回はですね、塾、学校の先生、家庭教師の先生、あとはまあ保護者の方とか、まあみんなの周りにいる大人ですよね。大人の誰の言葉を信じたらいいのかっていう相談に答えていきます。で、まずこのね、動画を撮る、まあ、過程、まあ理由というか、とこの部分なんですけど、7月、多分ね、夏休み前ぐらいから毎年多い相談なんですよ。あのね、大体、こう、まあ学校の先生とかに、まあ偏差値がちょっと足らないっていう状態ね、の時に、あとまあこれぐらい頑張ったらいけるから大丈夫頑張れみたいな、言う人もいれば、そしたら、塾とかで、いや無理だよって。こんなんじゃ無理、全然足んない。みたいな。で、無理って言われました。みたいな。そうするとどっち信じたらいいですかみたいな。っていう風に、まあどっち信じたらいいですかっていうのも、大体凹んでるんだけども、ガンって凹んじゃってるんだけど、で、そういう相談が多いと。で、まあそれに答えていきたいんですが、まずですね、まず人の心理として、無理っていうマイナスの言葉、と、いや大丈夫だよ、ちょっとポジティブな言葉ね、プラスの言葉、どっちが響くって、マイナスが響くから、まあ絶対マイナスが残る。例えばみんなのことをけなされる、悪口を言われるっていう人と褒めてくれる、どっちが残るって、悪口が残るんだよね。これ相当ポジティブなハートを持ってないとマイナスが残ります。はい、人っていうのはそういうもんだからね。そうだから、それをまず分かっててほしい。いい、そっちの方が影響力があるんだっていうこと、いいかい。ポジティブな言葉残りにくいからね。で、まあ、それを踏まえてなんですけど、まず、今回の相談ですごく多いケースを話します。当てはまんなかったらごめんなさい。何かっていうと、塾にもともと入塾してない。これ家庭教師も同じです。入塾してないんですけど、夏期講習とか、夏休み特別講座だけ参加してる方の相談が非常に多い。で、その方が、例えば塾とか、家庭教師の方に三者面談をこの時期して、無理って言われた言葉は、ちょっと斜に構えましょう。どういうことかっていうとですね、基本的にはみんなのことを思って話してくれます。ね、大人っていうのは話してくれるはずです。教育者は。はい。ただ、夏期講習のみで参加してる場合、それは夏休み終わったら塾ないですよね。でも塾としては入塾させたいんです。その後も続けてほしい。お金発生するから。お金発生するし、その先生の価値が上がるからね。で、これはなんでこんなこと言ってるかっていうと、自分はもともと塾講師ですし、こんなんなんですけど、一応その塾では結構偉い立場を自分やってて、いろんな先生の面談見たりとか、いろんなことをしてきたので、あらかた一応分かってるんです。で、そういうものなんです。はい、塾っていうのは。自分の評価も上がるしね。そう。だから、入塾させるためにはどうするか。それは一番不安を煽るのが一番楽です。これは。しかもこれ手段なんですよ。営業の手段なんですけど、不安を煽ります。いや、無理だよ。君、これじゃ全然無理、足んない。これで受かると思ってるのみたいなことまで言う人いるからね。落とすんです、もう思いっきり。保護者とその人、その子みんなをね。で、その後に希望を見せるの。でも、待ってと。いや、無理と言ったけど、このまま終わらなければ大丈夫。じゃあ、うちの塾でこういうコースがありますと。で、こういう風にやっていったら、こうなっていきます。こういう先輩がいたよ、みたいな。成功事例を見せる。あ、そうすると、今はダメだけど、この塾で頑張ったらここまで上がるんじゃないかっていう希望を見せて入塾させるんです。いい？もちろん企業なんて当たり前です、これをやるのは。当たり前なんですけど、あまりにもそこのね、まあ、そういうタイプの面談とか、向こうに利益がある面談をした場合、あまりにもけなされたら、ちょっと斜に構えてください。全部信じちゃダメ、それは。ただ、もともとも塾に入塾してる。だ、本当に普通三者面談ね。学校とかもそうですけど。っていう言葉は、まあ、ある程度受けていいのかなと思います。ただ、学校も塾も進学実績が欲しいんですよ。で、今の時代は、公立、特に県立公立、まあ、都道府県ですね、の入塾率がすごく響いたりします。もちろん、都心の私立、有名私立っていうのも大事なんですけど、やっぱり公立に何パー受かってるっていうのが大事なので、ちょっと安全圏に行かせたいっていう意識が高いです。世間的に。つまり何が言いたいかっていうと、レベルを落とさせたいの。個人的にはここでもいけんじゃねって思うんだけど、でもちょっと心配だから一個落とさせようっていう。だからここは無理だよって話をするケースは多々あります、今。っていう傾向が強い。不景気なのもあって、やっぱり公立人気は高いんで、そう、そこの意識はあるっていうのも分かっておいてください。ただ、個人的な結論としては、いろんな人の意見を聞くと思います。で、誰を信じるか、誰を信じなきゃいけないのかっていうのは特にないです。一番、自分の中で大事にしてほしいのは、みんなの感性、まあ、みんなの心が、まあ、心がってちょっと臭くなるけど、心がこの人についていきたいなって、この人の言葉を信じたいなって思う人を信じたらいい。それがポジティブな意見の方か、ネガティブかはわからないけど、みんながそう思った人を信じたらいいんです。
で、自分のとこにもね、たまに偏差値とか書いてくれて、受かりますか上がりますかって言われるんですけど、自分は基本的にあまり答えないです。まあ、上がりますとは言うよ。偏差値10だったら上がると思ってるから言うけど、で、なんであんまり言わないかっていうと、例えば、その学校の人気の倍率とか、その地域性っていうのはほんと違うの。地域によって。だから、自分が話すよりも、その地域で教育してる人間、学校の先生、塾の先生、家庭教師の先生、なんでもいいんだけど、その先生の方が絶対に詳しい。だからそっちの意見を参考にしてほしいの。自分が言うのはあまりにも無責任になるので、だからこういうケースでこの偏差値は上がりますよ、上がることがありますよとは言えますけど、っていうのがあるので、そう。だから、今回この動画を撮ってるっていうところも実はある。で、最後に、まあ、個人的な意見なんですけど、あんまりにも無理無理とかっていう先生は、自分はあんまついていかない方がいいかなと思います。自分も、まあ、三者面談、まあ、自分二者面談がほぼなんですよ。三者面談タイプじゃなくって、塾の時にね、二者面談を二回やるっていう、生徒と二者面、保護者と二者面を両方やるっていうタイプだったので、二倍労力かかるんだけど、それがこだわりだったからやってたんですけど、両方言う、ちゃんと。無理なく、無理というか、無理とあんま言わないよ。ただ、例えば夏休みこの時期で偏差値38の子が70って言ったら無理って言うかもしれない。無理はきついっていうね。パーセンテージはかなり低いですよ、みたいな話はする。でも、例えば、きつい話はちゃんとします。楽観だけ話してもしょうがないんで。でも、それプラス、いいところ、だからバランスよくちゃんと説明してくれる先生がいいの。でも、こういうとこ今頑張ってますよ。こういうとこやって伸びてますよ、みたいな話もちゃんとしてほしい。と思うので、ま、それはみんなの感性にやっぱよるからさ、この先生の話を聞いて、やっぱこの先生だなって。思う人についてったらいいと思います。この時期から本当にね、どん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 受験の不安が増してきます。特に夏休み終わったら。増していって、いろんなことに不安になって、いろんな人を疑って、で、自分も信じれなくなってって、なっていくんですけど、自分で信じるものは自分で決める。いいね。で、信じたものが間違ったらそれは自分のせいなの。人のせいにはできないから。でも、信じると決めたものを信じた人は強いからね。そう。だからそこをしっかり見極めて、受験勉強ね、辛いと思いますけど、まあ、これからもぜひね、頑張ってください。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。